いやもう本当念願の沖縄開催で、まあ、本当すごい嬉しいですし、まあ、ちょっと間コロナとかがあって、まあ、この5回になるまでに沖縄開催がちょっと現実的ではないことも多々あったので、まあ、こう手探りしながら、ようやく沖縄で開催できることが、まあ、本当すごく嬉しいです。今回はその5回大会の中でも全長がすごく長いということで、まあかなりタフなコンディションにもなっていると思いますし、まあ、沖縄は本当に風が難しいので、まあ、そこの風とのその兼ね合いと、まあ、プロになるとその雨と風の影響が一番難しいかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、そこをしっかりと持ち前のその技術とかそれぞれの選手が持っている経験でちょっと乗り越えてほしいなという思いで、まあ、ちょっと長めに設定してあります。特にもうここ数年はもう女子ゴルフもまあ、プロだけではなくて、まあ、ジュニアの選手も私もこの大会通じていろいろ見させていただいて、まあ、やっぱり飛距離が出る選手が本当に多いので、まあ、そこはまあ、飛距離が出る選手よりだけではないんですけれども、やっぱ全体的にその、まあ、距離は伸ばす傾向にあるかなというふうに思いまして、まあ、そこもちょっと意識はして、はい、います。まあ、引退した時は本当にこう何をするかっていうのはもう全然決まってない状態で、まあ、半年ぐらいですかね、普通にこう生活して、あとになんとなくこう何がやりたいかなって考えた時に、こう自分の中でこうふわっと育成とかジュニアとかっていう、まあ、ワードがずっとあって、で、まあ、一番最初にそれが出てきたことだったので、それは大事にした方がいいかなっていうふうに思って、いろいろ私の周り の, そのチームとかと共有して、で、まあ、特にやっぱり自分自身がそのメンタルトレーニングを積んで、まあ、自分 の, キャリアを積んでこれたかなと思うので、そこの経験も踏まえて、まあ、ゴルフはメンタルスポーツって言われながら、そのメンタルトレーニングを受けれる場所が少ないよねっていう話から、じゃあこう大会でまあ、ビジョン54を少しずつこう触れてもらうっていう形はどうだろうかっていうところから、この大会を、はい、開催する流れになりました。その選手個人がどういった人間かっていう部分と、まあ、その選手としてどうなっていきたいかっていう、その人としての部分とその選手としての部分がしっかりこう自立してないと、なかなかどうしても好不調の波っていうのはこういうふうに出てくるので、まあ、その波がこう下がっている時にモチベーションがこう保てなくなったりとか、まあ、いろいろその人間的な部分を自分で受け入れてあげないと長く続けていくことってすごく難しいと思うので、まあ、そのビジョン54はそういうところ の, まあスキルアップというか、まあ、メソッドがすごく多いので、まあ、そこを少しでも大会を通じて感じてもらって、まあ、私自身がトータルでまあおよそ15年ぐらいですけどプロ生活を続けてきて、でもっと長くやれたらよかったなと思う部分もあるので、その自分をしっかりとこう発信できる選手を一人でもこう多く増やして、で長く息を長く続けてくれたらなっていう思いでいます。やっぱりこう世界に出て自分以外の選手をたくさん見る、普段一緒にツアーを共にしている選手ではなくて、やっぱりこう海外のいろんな国籍の選手を見て、まあ、いろんな文化に触れて自分のゴルフをこう改めて立ち返った時に、あ、これはすごい通用するなとか、あ、これはもうちょっと伸ばした方がいいなっていうのが分かるだけでも、その選手にとっては大きな変化になるんじゃないかなと思うので、まあ、海外に挑戦することはかなり、プラスに私は応援してます。はい、当然ご自身の経験もあってというところです、ね。はい、まあ、私はもう個人的に勝手にアメリカに行ったって感じですけどまあでも小さい時からまあ、沖縄という環境もあって、まあ、身近にまあ、アメリカ人だったりとか、そういう子どもたちと試合に出たり、まあ、その海外の文化に触れ合う機会は小さい頃からあったので、まあ、自然とまあ、私の両親も、まあ、国際人になりなさいとか、まあ、そういうのがこう常に身近にある言葉だったので、まあ、気づいた時にはやっぱりアメリカに行きたいなっていうふうには思っていましたし、その時とは今はもう全然時代が違いますね。はい、ゴルフ、そうですね、ゴルフの考え方自体が全然変わっ
ってきてるような気がしますね。まあ、今本当にこうフィジカルとかそのまあギアの進化もすごいですし、まあ、そういういろんなものがこう相まって今のこう女子ゴルフの層の厚さにつながってるとは思うんですけれども、まあ、あの技術面でもやっぱり私たちがやってた時よりははるかに今の選手の方があのいろんな技術使えますし、パッティングの読み一つでもやっぱこうパターンうまい選手が増えたりとか、まあ、そのなんかあのいろいろこう得意とする分野がみんなそれぞれあって、でそれがうまくその選手の特徴につながっていることが多い気がするので、まあ、あのフレー選手とか私はあの背が小さいのでどちらかというと似たようなタイプかなと思うんですけれども、やっぱ飛距離も出ますし、であの精度もあの例えばあのアイアンだけではなくて、まあ、こう長いクラブの精度とか、まあ、そういったのも私よりは全然今の時代の選手の方がすごく正確性があるなっていうふうに思っているので、全然あのなんか違う時代のゴルフっていう感じです。はい、まあ、本当にこうなんか正確性が ある選手だなっていうのと、ミスがすごい少ないですね。あの、まあ、ドライバーもそうですけど、アイアンも全体的にこう曲がりが少ない、曲がり幅がすごい狭い選手 であのボール の, そのスピンコントロールとかそういうのがすごく上手だなっていうふうに見てました。あのやっぱりオリンピック決まったことはすごく大きかったんじゃないかなと思いますね。あの、まあ、本人もそのオリンピックに出たいっていうのはあのこうすごく言ってましたし、でそこに対するモチベーションもすごい高いなっていうふうに旗から見てても思ったので、こう出たいと思った選手がやっぱりオリンピックで得るものっていうのは多分私たちが思ってる以上にたくさんあって、でそこの刺激にすごく魅力を感じると思うので、まあ、必然的に世界に行きたいだろうなっていうのは、はい、思ったんじゃないかなって、はい、見てます。飛距離じゃないですかね、やっぱり。でも飛距離とやっぱ正確性がこうあ同居している選手だなっていう感じはするんですけど、やっぱこうプレッシャーになればかかればかかるほど曲がらないショットが打てるタイプの選手かなっていうふうには思っていて、あの飛距離はあのなかなか真似できるものではないので、まあ、あの持ってるものもありますし、でもその武器をこう本当にこう存分に生かしてそこで戦えている選手の一人かなと思いますね。すごく地に足ついてる感じはしますよね。あのあれだけ勝ち続けても自分のやるべきことをこう淡々とやれるタイプかなとは思います。